オーナーさん、こんにちは。この水着ですか？お祭りの衣装には様々な意図が込められます。地位や怪異を表したり、他のものに見立てたり、規制を高めたり、属性や権能を付与したり、つまり、オーナーさん、この衣装どうですか？ふむふむ、なるほど。このお祭りのことが少しわかりました。あと、オーナーさんのことも。ふむ、興味深い。調べがいがありそうです。お祭り、フェスも、オーナーさんも。